こんにちは。今回はフェアフィールドバイマリオット大阪難波に宿泊します。機能的で洗練されたお部屋と美味しい朝食ビュッフェ、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今は車で東京から大阪に向かっています。夜も近づいてきました。ホテルに到着です。ここのホテルは機械式の駐車場があり、1泊2000円で泊めれます。私が来た時はすでに満車で、ホテルのスタッフさんに教えていただいた大阪市営の駐車場に泊めました。さあ入りましょう。中に入ると明るいモダンなロビー、待合スペースもあり、ソファーやテーブルがあります。ロビーの一角にはスナック販売やパソコンがあるコーナー。お酒などの飲み物やおつまみが売られています。横の電子レンジで温めていただくこともできますね。ウォーターサーバーとコーヒーメーカーもあり、コーヒーは有料です。ロビーの横にあるレストランは、日中ワーキングスペースになり、一般の方も利用できます。それではチェックインが完了したので、お部屋に向かいます。エレベーターでカードキーをかざして、行き先のフロアを選択。宿泊する4階に到着です。フェアフィールドバイマリオット大阪難波は2020年にオープン。マリオット系列のビジネスホテルです。カードキーをかざしてオープン。ナチュラルな色合いのモダンなお部屋です。ルームツアーをしましょう。窓の近くにはデイベッド。デイベッドの横にはコンセントがあって便利です。ミニバーにはカップとアイスペールとケトル、サービスのお水が置かれています。ティーバッグは緑茶と紅茶、インスタントコーヒーとミルクがあります。下にある冷蔵庫の中は空っぽでした。テーブルの上にはアルコールのウェットティッシュ。ベッドを見てみましょう。シングルベッドが2つ。ベッドの上にはワンピースタイプのパジャマ。ベッドサイドには部屋の電気のスイッチとコンセントがあります。下には時計と電話、メモパッド。ホテルの施設を紹介する冊子もあります。ベッドの向かいには大きなテレビ。ベッドのすぐ横には洗面台。洗面台の上を見てみましょう。ハンドソープとカップ。アメニティは最低限で、歯ブラシ、ボディタオル、コットンセット、カミソリ、クシがあります。洗面台にはコンセントがあり、下の段にはタオルとドライヤー。横にはシャワールームがあります。シャワーはレインタイプとハンドタイプ。備え付けのシャンプーとボディーソープはミル映えでした。備え付け以外にも使い捨てのシャンプーやボディーソープがロビーで配られていました。ドアの近くにはバスタオルをかけるフックがあり、便利ですね。ベッドと脱衣所の間には扉があります。電気のスイッチはシャワールームや脱衣所など細かく分かれていて、一緒に泊まる人への配慮が感じられますね。シャワールームの横にはトイレ。ウォシュレット付きです。玄関の横にはハンガーラックと
荷物置き場。クローゼットはなく、最低限のしつらえです。ハンガーの本数は十分。下にはシューズクリーナーとスリッパ。スリッパはフェアフィールドのロゴ付きです。セキュリティボックスとアイロンセットもありますね。アイロンを使うときは、棚の足元にあるコンセントを利用すれば良さそうです。Wi-Fi の速度は 48Mbps でした。シンプルながらも動線が考慮された機能的なお部屋でした。それではお腹も空いてきたので晩ご飯を食べに行きましょう。ホテルのレストランは朝食しか提供されていないので、近くのレストランで食べるのがおすすめです。到着。お好み焼きポンポコ亭、なにわ元町店です。有名人のサインもいっぱい。こちらのボックス席でいただきます。お好み焼きや鉄板焼きが提供されていて、美味しそうなメニューがいっぱいで迷っちゃいます。注文した飲み物を持ってきてくださいました。乾杯。車移動で疲れた体にハイボールが染みます。一品目はホタテ貝柱の塩焼き。分厚くて焼きたてで美味しそう。プリップリで塩加減もちょうどいいです。二品目は豚キムチ炒め。豚の旨味とキムチの辛さの組み合わせが最高です。ハイボールによく合います。最後の一品はモダン焼き。ヘラで切り分けて、うどんたっぷり、ソースいっぱいで美味しい。焼き加減も最高です。ごちそうさまでした。美味しい大阪料理を食べられ大満足。ホテルに戻ってきました。お腹いっぱいなので、寝る前に軽く運動しようと思います。2階に到着。2階にはフィットネスジムとランドリースペースがあります。カードキーをかざしてジムに入りましょう。コンパクトなフィットネスジムです。フリーウェイトコーナーや有酸素マシーンもあります。さらにこちらの棚には、アルコールウェットティッシュやタオル、ウォーターサーバーもあり、ありがたいです。ジムから出るときは、このボタンで解錠してドアを開けます。ランドリースペースも覗いてみましょう。洗濯機と乾燥機が2台ずつあります。洗濯機は洗剤が自動投入されるタイプです。それではお部屋に戻って寝る準備をしましょう。シャワーの水圧はちょうどよく、3段階に切り替えられ、好きな水圧を選べます。すっきりしました。寝る前のベッドチェック。枕は小さめで厚みがあり、硬いのと柔らかいのの2種類。マットレスは柔らかめです。それでは皆さん、おやすみなさい。おはようございます。大阪の街も朝を迎えたようです。朝食を食べにロビーにやってきました。ホテルにあるレストラン、アリステーブルでいただきます。モダンながらもナチュラルな色合いでぬくもりを感じられる空間です。お料理を取りに行きましょう。サラダやフルーツ、
お肉やお魚が使われた冷菜、味噌汁などの和食もあります。厳選された和食と洋食の温かいお料理もありますね。デザートやヨーグルト、ミルクやジュースもあります。厨房もあり、卵料理や温かい麺料理もいただけるみたいです。お料理を取ってきました。いただきましょう。これはエビのマヨネーズ和え。プリップリで美味しい。鶏のマリネは酸っぱくてさっぱりしています。パンには私が一番好きなブルーベリーのジャムをつけていただきます。トマトジュースと和食も美味しかったです。最後にコーヒーと一緒にデザートをいただきます。レアチーズケーキとチョコレートケーキ、そしてプリン。どれも甘くてシンプルな味で美味しい。コーヒーによく合います。意外と品数豊富で好きなものをたくさん食べられ大満足な朝食でした。テイクアウト用のカップもあったのでコーヒーを入れてお部屋に戻ります。それではチェックアウトをしましょう。シンプルながらも清潔感と機能性があるお部屋で快適な宿泊でした。いかがでしたか？コージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは皆さん、良い一日を。